すみません、私食べるのが遅いので。はい。ん？どういうことですか？はい。旦那は厳しいんだか厳しくないんだかよくわかんないわ。で、私にも飴をちょうだい。身は夕食に使ってもらおうかと思ったからアラを使わせてもらった。もち、目の周りや顎のあたりが美味しいよ。ご不満ならまた水着のお披露目会でもする？
でしょうか。今手が離せないので誰かに持って行かせましょう。わかりました。お茶をお持ちしました。冷やし抹茶なんです。いえいえ、ありがとうございます。ヒロさんが喜んでいただくだけで嬉しいのです。では失礼します。またやってしまったようですね。
今日は早番で部屋で横になってたんですけど、時々フラフラとここに来てしまうんですよ。ここにいると落ち着くんです。紙の匂いやインクの匂いがしてとっても気持ちいいんですよ。そうですね。大丈夫ですよ。一人で帰れますよ。そうですね。ああ、人が来ました。夕焼けですね。世界のどんな場所で見る夕焼けも同じく美しいのですね。あ、ごめんなさい。この島へ配属される前ですか？そうですね。医療関係の部署で働いてました。いえ、できませんけど。医療関係といっても特殊な部署だったのですよ。だから私でも勤まる職場で、そんな大層な仕事なんてできなかったのですよ。だからこの島に。恥ずかしながら、そうですね、私はそこで何もできなかった。何一つできなかった。不思議ですね。空って青かったり紫だったり赤かったり、いろいろな色を持っていて、でも夕日は綺麗です。夕日はどんなところで見たとしても等しく美しいのですね。
ご苦労様でした。おやすみなちゃいませ。思ったのになかなか旦那来ないからついでに包丁研ぎをやってたのよ。え、そうかな。お構いなく。ちょっと待ってね。よし、できた。さて、それじゃあ護衛するとしますか。待ちよ。